6月の22日、もう4時、過ぎました。今日は、まあ晴れのち曇りかな。曇りだね。曇りといったらいいですね。今の気温、23度ですね。前回からね、クレマチスさん、プリンセスダイアナさん、こっちの方こんな感じで、咲いております。見えますかね。こんな感じです。ちょっとね、少しほんのりうどんこ病が出てるような、なんかそんな感じがします。白前さん、白前さん相変わらず葉っぱはそんなに多くないですけども、いっぱい咲いてます。こんな感じ。テッセンさんも同じように咲いてます。クリスパさん、はね、前回1個だけ、咲き終わりまして、その後はね、こんな感じでつぼみ、こんな感じ、ちっちゃいけどつぼみはね、出てます。まだね、そんなに咲いてません。つぼみだけは出てますけど、やはりね、少しうっすらとね、うどんこ病が出てるような、そんな感じがします。ローグチさんもあまり咲いてません。ローグチさんはね、うどんこ病がね、激しいです。つぼみはね、こんな感じで大きくなってきてるんですけども、あまりね、咲いてません。例年だとね、本当に結構咲いてくれるんですけどね、ここら辺の問題があるのかなと思ってます。あとはバラさんたちですね。バラさんたちは大きくなってます。もう咲いてるのもあります。現状で咲いてるのもあります。一番手前はね、濃いピンクのバラ、ひろこさん、ホットショットさんです。私のへそのあたりまで、大きくなって、今こんな感じでもう咲こうとしてます。ほら、ホットショットさんの花ですね。こんな感じ。つぼみはね、今何個だ、この上に2個、下の中間に、3個こうありますよね。こことここです。中間に3個、ついてます。すごい勢い。こんな感じです。もう支柱立ててあげないとダメだね。一回立てたんだけどね、上の方まで立ててあげないとちょっと難しい感じになってきてます。あとは、ルージュピエルとロンサールさん。こっちの方もね、結構つぼみついてまして、もう見えますけども、こんな感じで。大きさこのぐらい。もう開き始まってます。いい感じで咲いてくれるんじゃないかなと思ってます。その隣にあります、ロマンティックアンティークさん、こちらの方につきましては、ほら、ロマンティックアンティークさんも花咲かしてます。つぼみ、ここにもあります。こんな感じでね、いいっすよね。あ、これもある。ほら、これも咲き始まってきてます。ロマンティックアンティークさん、何個つぼみあるの。そうすると、咲かしたのも入れて、1、2、3、4つ、出てますね。このまま咲かせます。あとは、こちらの方のカーネーションさん。カーネーションさんもね、すごい、力強い葉っぱ出してきてます。これ、親株の方。力強いね、葉っぱをね、ぐんぐん出してます。いい感じです。とミーバラさんです。ピンクのミーバラさん、葉っぱの先っちょに何個あんのこれ。花2、4、6、8と15個ぐらいありそう。もう咲かしてます。いい感じで咲かしてきてます。ほら、いい感じだね。薄いピンクのバラ、ひろこさん、こちらの方もね、1個だけ
つぼみそのまましましたけども、ほらこんな感じで咲き始まってます。これも支柱ちょっとつけてあげよう。今から支柱、支柱つけてあげたいと思います。花重たいからね。あとは中心が、オレンジで、周りが赤のバラさんです。ミニバラさんです。つぼみね、3、4個、5個ぐらいついてるかな。ようやく1個こんな感じで、開き始まってます。ようやくこんな感じでね、開き始まってます。下の方にもあります、つぼみ。ほらいい感じです。ちょっとどんく病が激しいです。と、大弁慶さん、大弁慶草さん、こんな感じ。大弁慶草さんもね、少しずつほら、なんとなく花がつき始まろうとしてます。なかなかいい感じに、大きくなってきてます。バラさんたちはね、一時期どうなるかなと思ったんですけど、なんとなくなんとかね、復活し始まってるような、そんな感じです。あとは、クリスマスローズさんですね。クリスマスローズさん以前もう変わりません。もうこのままであと夏越えになります。以上、こんな感じで育ってます。
Thank you.